にちは、中西です。この動画では機能性難聴について解説します。機能性難聴ってどういうものかというと、診察では鼓膜の見た目も正常、さらに CT や MRI など画像診断でも何も異常が指摘できないのに、聴力検査をしてみると難聴があるという状態のことです。専門的な表現だと、原因となる器質的障害がない難聴ということになります。この機能性難聴、大きく2つに分かれるんですね。心的要因で起こる心因性難聴と、聞こえているのに意図的に聞こえていないと訴える左聴です。まあこれちょっとだいぶ違うんですけどね、心因性のものと左聴ということになります。心因性難聴は学童期に多くて、学校生活や家庭でのストレスが原因となると考えられています。ストレスになることいっぱいあると思います。特に8歳から10歳頃、男女比だと1対2くらいで女の子の方が多いんですね。左右に関しては両耳とも聞こえてないと訴えることの方が多くて、片耳だけの場合と比べると5対1ぐらいで両側性が多いというふうにされてるんです。これに対して左聴はどういったものかというと、難聴である検査結果によって、その方が何らかの利益が得られる状況で見られます。例えば事故後の労災保障や訴訟、身体障害者認定の不正取得などです。次に機能性難聴の症状です。自覚症状はある場合もない場合もあるんですね。自覚症状がある場合はまず難聴なんですが、耳鳴りや頭痛、めまいを訴えることもあります。その他にもちょっと耳とは違ったような症状もあって、お腹が痛いとか、腹痛、吐き気、食欲低下、頭痛、発声障害、歩行障害、こういった身体症状を訴えることもあるんですね。自覚症状のない機能性難聴というものもあって、お子さんの場合は家族や友人から指摘されたり、学校検診で見つかってくることも多いです。学校検診シーズンには本当よくご相談があります。一方ですね、左聴の場合は特徴として大げさな訴えとか、なんか挙動不審みたいになるようなことがあるんですね。実際の診察の場面では聴力検査の結果と、自覚症状を聞いてみたり、問診する時の会話の様子に注意して、なんか矛盾してるなという時には機能性難聴を疑います。これどういうことかと言いますと、聴力検査の結果を見てみると、あら結構な難聴だねということなんですが、診察で私と話をしてみると、あれなんか会話は普通にできちゃいますよねと、こういうのが典型的なんですね。検査は悪いのに普通に会話ができるみたいなのは、機能性難聴を疑う特徴的な場面になります。機能性難聴の検査ですけども、聴力検査では中等度の感音難聴を呈することが多いです。聴力はいろいろありますが、水平に全体的に落ちてしまうというのが多いのが特徴です。あともう一つは不安定で、検査のたびになんかちょっと変動してしまって再現性がないみたいなのも特徴的なんです。詳しく調べるには磁気オーディオメトリーという検査がありまして、持続音プーとこう続いてること、断続音プー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 と、こういう音の比較をする方法がありまして、持続音の方が断続音よりもよく聞こえる独特のタイプを呈することがあります。多角的聴力検査というものもあって、これは音を聞かせた時の脳波を測って聴力を調べる ABR という検査や、他の種類では DPOA やアブミ骨筋反射という検査があります。こういう多角的検査というものはごまかしが効かないので、自覚的な聴力検査の結果と比較することで診断的価値が高くなります。皆さんも記憶にあるかもしれませんが、左聴による身体障害者手帳2級の不正受給事件があったことをきっかけに、身体障害者手帳を持っていない方が2級を申請する際には ABR などの多角的聴力検査か、それに相当するような検査というものが必要になりました。聞こえている人が聞こえてないふりをしても、専門家から見たら一見してなんかちょっと怪しいなと分かるんですね。そういう左聴を見破るこういった検査がいろいろありますので、バレる可能性が結構高いということですね。機能性難聴の治療はどうするかと言いますと、難聴の訴えがなくて学校検診で発見されるような場合は心因性難聴が疑われるので、家庭環境や学校環境など心因ストレスとなるようなものがないか確認します。なかなか耳鼻科医が踏み込むのは難しい時もあるんですけどね。耳には器質的な問題がないことを説明して、心因やストレスが明らかで何か取り除けるようなものであればそうするようにと助言します。心因ストレスが明らかでない場合は、耳に異常がないことをしっかり説明した上で結果観察することになります。6ヶ月以上経過しても改善がないような場合や、他の身体症状を伴う場合は、本人、保護者の方と相談して学校心理士や精神科医と相談します。
説明のポイントはなるべく不安が少なくなるように安心してもらうことかなと思います。長期に観察していると 70% 程度は改善して、その半数は半年以内に自然軽快してくるので、なるべく不安にさせないように言葉を選んで本人と保護者の方によく説明していきます。難聴は何らかの心因による身体症状のサインの一つであるということを理解してもらって、心配しなくていいから時間かけて経過見ていきましょうというふうに説明します。一方、左聴が疑われるサインなんですけども、この場合もやはり検査結果を丁寧に説明して、なるべく自然な形で改善に導くように努めます。検査結果の矛盾を責めるような態度を見せるのはあまり良い方向に行かないと思いますので、控えた方がいいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。学校検診のシーズンの後には少数ながらも必ずと言っていいほど、このような機能性難聴の疑いで受診される方がいらっしゃいます。医師の説明の仕方によって患者さんの受ける印象がだいぶ異なってくる状態かなと思います。注意してやらなきゃなと心がけています。気になる時には耳鼻科でご相談ください。ご視聴ありがとうございました。ではまた。